マリア流です。横です。しのぶです。巡業のトラブルその1、はい、焼き鳥編。そうですね、忘れられないのはタイで焼き鳥を買った時のあの事件ですね。そうですね、ロバタでやってるタイのでしたね。そうです、私あの焼き鳥はハツが好きなんですね、心臓で、私はハツを注文したんです。お姉さんはあ、なんかいろいろとちょっとまあ普通のあれですね、うん、やったんですね。だからそれを一つのパッキングね、パッキングしてくれて、うん、ホテルに帰って食べる時にですよ、はい、事件は起きたんです。起きたんです。なんと私のハツをですね、陽子先生が召し上がられたんですよ、勝手に。あの全部じゃないですよ、まあ、例えば3つあればその1本だったかな。いや1本もねですね、私のハツをですね、そう、召し上がられましてね、あの時はあなた そんなに好きなんだって分からなくてです、私初めてのタイの旅だったんですけれども、そして怒られましてですね、もちろん私もこの方とは一度も旅ができないと思いました、うん、私の初を勝手に召し上がられました、ね、私ですね、海外でもう本当怖いのに買いに行けと、初をどうしても。それは当然でございましょう、人の初を勝手に召し上がられたんですからね。私それだけ あの重みを正直思ってでも見なかったものですから、買ったらまあ適当に食べるぐらい思ってたんですね。それでも泣きながら怖くて、ホテルを出てそこの焼き鳥屋さんに買いに行って、もう旅はできないと私も思いました。思いました、ね、本当にあの時は本当真面目にあれですね、お互い当たり前でしょ、あの時以来本当にお願いします。泣きました。は私のです。 それからはもうだから私も食べる時は、初はこれは私の初ってきちっと言って買うようにいたしております。驚きました。本当焼き鳥には気をつけた方がいいと思います。